頑張れ南葛 SC。 さあ皆さんこんにちは、今日も始まりました、頑張れ南葛 SC。 今日も一緒にお送りするのは南葛 SC の石井ちゃんこと石井健吾です。よろしくお願いします。今日もね、メッセージいただいてますよ、はい、バーチアーズしもっちさん、はい、バーチアーズ、うん、あの石井ちゃんと、4月10日のホーム開幕戦で、はいはい、試合前に石井選手とお話できて嬉しかったです。あ、そうですね、ありがとうございます。臨場感たっぷりのホーム戦は白熱しましたということで、バーチアーズチャンネルでは南葛 SC 動画も配信しています、はい、いつしか葛飾 FM にお邪魔させてください。いや、そうなんですよ、僕がぜひ、うん、出てくださいって、うん、この前その試合のね後にお伝えしたら、下地さんもうぜひということで、だからちょっとそう日程決めて出てもらいたいなって思ってました、うん、あ、じゃあいつかゲストで、はい、お楽しみですね、うん、もうぜひぜひ来てください、はい、じゃあその時に会えることを楽しみにしています。はい、はいはい、下地さんからいただきました。ということで、まあ試合第3試合目ですね、うん、振り返るということで2対2、ね、いやーすごい試合でしたけどね、うん、まあ、うん、やっぱり逆転したんで、うんうん、ね、勝ってほしかったなっていうのが、うんうん、率直な印象ですけど、うんうんうん、なんか佐々木選手のなんか技ありシュート、うん、うまかった、あれはうまかった。あれって足の甲ですよね、うん、シュート多分シュートはちょっとこう、うんうん、なんていうんですか、アウトサイド気味にこうカーブかけてるんですよ。すごいどっから声出たい。いやね、うん、そうなんか技やなと思って、なんかキーパーちょっと外して、うん、アウトサイドにカーブをかけて、うん、流し込むみたいな。いやすごいうまかったですね、うん、華麗なシュート。その前の、ね、トラップがやっぱうまかった。トラップとあとは、ね、パスですね、うん、いいパスが来て、下平選手の、うん、もうあのピンポイントのパスっていうのは、うんうんうん、まあ、僕も、ね、練習でよく、下平選手からパスもらうんですけど、そうなんですね、あのパスの精度は本当にすごいです。うん、いやもう見てる方も多分ね、うん、もう分かってると思うんですけど、うん、まあ、なんだろう、パスの精度もそうなんですけど、はい、やっぱ見てるところがその、ね、視野の広さと、うんうんうん、見てる位置、うんうん、まあ、そこがねやっぱ素晴らしいですね、うん、おー、島平選手、うん、先週の放送の後にちょっと皆さんで話してた時に、はい、下平選手もですけど、うん、今野選手の視野の広さみたいなところを石井選手が熱弁されてて、はい、その時の目が本当になんかすごい鋭くて、そうでした、今野選手の凄さを語ってたなと思ったんですけど、やっぱり今野選手も視野が広い、うん、いやもうそうですね、うん、やっぱりすごい、ね、経験あるし、うん、ね、やっぱあれだけこう日本代表でも活躍されてるんですけど、うんうんうん、やっぱ一緒に、ね、実際やってみないと、うん、こうどういうプレーするのかって分からないんですよ、うんうん、けどこう南葛 SC 一緒にプレーしてみて、うん、もうそのやっぱね凄さっていうのは、まあ、今野選手もそうだし、うん、そのね、下平選手の凄さとかも、うん、やってみて分かりますね、うんうん、そうですよね。なんかこうね、お客さんというか観客席から見ている状態では見えない凄さを石井選手は語ってたので、うん、あ、そうですね、だから今後なんかそういうとこを、ね、話せたらいいですね、うん、いや本当に、うんうん、細かいところまでやっぱりその、うん、この選手も皆さん他の選手も見ているっていうお話、うん、ね、そうだからもう下平選手の、うん、まあ、もちろんその佐々木選手の、ね、シュートとかトラップもすごかったんですけど、うん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 、下平選手 の、 ね、パスの精度は本当に皆さん注目してほしいなっていう、うん、パスの精度と、あとはまあ見てる場所、うん、あとタイミングとか、うんうんうん、まあ、その辺はやっぱちょっと、やっぱりこう J リーグで活躍してきた選手だなっていうのを感じますね、うん、やっぱりチームなんですね、うん、パスがつながっていいパスを送る人がいて、 それを受け取る人がいて、うん、で技術で決める人がいて、ね、ゴールキーパーはもうなんかすごい、岡原選手、うん、高いボールをすごく綺麗にキャッチされるじゃないですか、うん、あ、そうですね、うんうん、やっぱり技が、いや、あとはね、うん、岡原選手の、はい、そこもキックですね、キックも本当、まあ、最近去年とかはね、すごい、まあ、今はね、うん、も近い選手にすぐつなぐっていう、まあ、南葛選手のスタイルがあるんですけ ど、はいはい、なるほど、岡原選手の本当キックの精度もすごいので、
うんうん、たまにあの多分試合中1回ぐらいはあるんで、うんうんうん、まあ、そこも注目してほしいなと思いますね。じゃあ、まあ守るところは、まあ、キックも大河原選手、うん、はい、はい、そのなんかあの、佐々木選手で龍選手ね、え龍選手ね、よかったですね。あのキックオフカンファレンスの時に私ちょっと石井ちゃんにも ね、この番組でもお伝えしましたけど、ね、うん、あのまあ、いろんな選手が今回 J リーグから来て注目されてますが、はい、うん、僕たちもぜひ注目してくれと言ってた。そう、もうあの言葉を聞いた時に私ビビ、うん、もうゾクゾクっとして、ね、言ってましたよね、うん、これ龍選手めちゃくちゃ注目だなと思っていて、いや、あの力強かったですもんね、あの時の言葉ね、うん、いや本当に、うん、いや本当ね、この前の試合はね、うん、もう龍が出てきた時にちょっと空気変わりましたよね、うん、なんかやってくれそうな感じありましたね、見てて、うんうんうん、ね、実況解説もね、いやもうすごい、それを普通に感じました言ってましたよね、うんうん、だからもう本当良かったですね、うん、落ち着いてね、ヘディングで。でも彼はね、本当ね、練習で僕もね、マッチアップするんですけど、うん、体が強い、うん、本当に大きいですね、身長も高いし、はい、うん、ね、本当に強いんですよ、うん、もう吹き飛ばされますね。いや、そんな感じがします、うん、なんかがっちりして、うん、オーラと、うん、気迫のオーラと体格で人をこう引き寄せない感じ、うん、確かに。ただね、普段はめちゃくちゃ優しいんですよ。あ、そうなんだ。もう礼儀正しくて、そうですか、本当に礼儀正しいんですよ。あ、素晴らしい選手ですね、うん、だけどやっぱね、試合になるとすごいやっぱね、うん、あの闘志むき出しにして戦うんで、うん、本当頼もしいですよね、うん、はい、これからも注目でございます。次の試合は5月の1日はい、はい、5時30分キックオフで奥道総合スポーツセンター、はい、はい、ホームですね、はい、そして女子の試合も行われました。そうですよ、女子も引き分けですね。ね、そうなんですよ、はい、仲良く3対3、ね、仲良くねで、また女子の試合も、女子は今週ですね、4月の24日の日曜日、セーサー湘南スタジアムで3時キックオフ、はいはい、そう、女子もね、うん、ぜひね、勝ってほしいですね。いや本当ね、うん、素晴らしい戦いしているので、うん、やっぱりね、これ刺激になりますよね。なりますね、すごく、うんうん、ね、女子の選手もね、やっぱりね、試合見に来てくれたりするので、うん、ね、すごい応援してくれていて、まあ、お互いにこう、ね、頑張ってまた、ね、昇格できるようにやっていきたいですね、うん、そうですね、うん、あとなんかあのチームの中のお話で選手の LINE グループがあって、はい、誕生日の時はみんなでお祝いし合ってるって。そうなんですよ、なんか素敵ですね。あの石井選手が誕生日、能登選手誕生日、森監督誕生日って言って4月 ね、ずっと続いて、続いてたんですよね。で4月の19日が、うん、あの今日実はね、4月19日収録してるわけですけれども、はい、相澤選手の、そうですね、うん、だから今日もあのもうずっと LINE が鳴りっぱなしですね。だからみんなあのまず最初にあのゴールキーパーの川又選手が、うん、まあ、なんかもうルールみたいになっちゃって暗黙の了解みたいな、わかんないけど、それ川又選手毎回調べてるんかな。だからそうなんですよ聞いてみてくださいよ、ね、だから豆。 でもたまに忘れるんですよ。だから誰かが川又ってマティって、ね、はい、あのあだ名ニックネーム呼ばれてるんですけ ど、マティ忘れてるよって、でその人がね、おめでとうって言えばいいのに、マティ忘れてるよって言って、マティがお誕生日おめでとうってなるほど。でその後にみんな続くっていう、うん、最初はマティが言わないといけない、そう、言わないといけないっていう、なんか分かんないんですけどそういうルールがありますね。いいですね、なんかね、うん、でもちょっと忘れられた人ちょっと寂しい気持ちになりますね。確かにちょっとね、うん、それこそマティの誕生日の時は大丈夫なのかっていう、ね、本当だ、マティの誕生日、いや石井ちゃんがチェックしないと、ね、僕はね、チェックして、マティ今日は誕生日だよねと、確かに、いつも祝ってくれてありがとうもう自分で言っちゃうかもね、マティが、確かに今日は僕の誕生日おめでとうっつってあるかもしれません。そうそうそう、うん、面白いです ね、そんなグループラインがありますね、うんうん、すごい仲良さそうだなと、うん、素敵なエピソードだなと思いました、ね、はい、じゃあ引き続き皆さん応援していただければと思います、はい、お願いします。今日もゲストをお招きして後半もお送りしていきます、はいはい、それでは石井ちゃんご紹介お願いします、はいはい、この番組はポスター印刷、上り垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニア、都内トップクラスの激安アウトレットショップが葛飾柴又に登場、エンジョイショッピング、株式会社ウェーブ、感動の写真撮影、広告デザイン、ブランド作りまで、トップクリエイターが力になります。株式会社 K ワールド。葛飾区内の公共工事でも実績多数。水道工事、空調工事、リフォームのことなら、上下水道促進工業株式会社。頭痛、めまい、物忘れ。ビタミン注射からプラセンタ、
脳ドックもやっています。頭から健康に、金町駅前脳神経内科、以上の提供でお送りいたします。はい、ありがとうございます。それではゲストをお招きしてお送りしたいと思います。今日は明治安田生命の青戸営業所、はい、所長の若さんと、高関さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、若所長は、はい、若いと書いて若さんなんですけど、ね、所長としても若いですよねって最初にご挨拶した時にあの、ね、うん、僕もこれ見た時に、はい、若い所長のことなのかなと思ったんですごめんなさい。いいですいいです。年齢な何歳ですか？年齢があの30、今3ですね、うん。もうちょっと近づきましょう、マイク。怖くないですからね、マイク。はい、33歳で所長。ね、はい、いや僕わかんないんですけど、うん、その所長としてはどうなんですか、はい、年齢的には。うんうん、まあ、そうですね、早いという、まあ、でもだんだんこう若い所長が今多く出ておりますんで、はい、全然全然。じゃあもう若い若さん、そう若い若さん、 若所長若所長は青戸営業所に来てどれぐらいなんですか？今年で3年目になります。あ、もう3年目ですか？もう3年目になります。じゃあ葛飾の魅力もよく分かる。もう十分に、あ、素敵な葛飾ですえ、どのあたり好きです？やっぱり住みやすいですね、うん、葛飾は、うんうん、ちょっと東京に行く転勤ってなるとちょっと身構えるんですけど、うん、ご出身は出身茨城県なんですけど、ね、はい、さっきおっしゃってたけどの東京サイクベと、そうなんです、鹿島ファンでもあるってらしいですよ。第一はまず南葛ですけどね、南葛 SC から鹿島ですから。なるほどそれは本心で言ってますか？本心ド本心ですド本心。高関さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。高関さんは今お住まいとかはどのあたりですか？住まいは埼玉の草加です。あ、でももうこちら寄りで、はい、ね、草加せんべいのね、草加せんべいのね、うん、で葛飾には住んでたこともある。はい、うん、もう27年前ですけど、うん、はい、青戸に、青戸です、橋を渡ったあの川、中川の川沿いに通過した。で青戸営業所に来て、はい、じゃあまた葛飾の魅力はもうよくよくご存知で。そうですね、なんか、うん、良くも悪くも変わらないところがとてもいいかなとは思いますけど、まあ、最近はでもすごい変わったと思いますよ。あ、どの辺変わりました？あの立石の駅前とかも再開発とかすごく始まってるので、ね、変わってきたなっていうのは感じますけど、うん、青戸のこう、ね、魅力っていうのは僕あんまり青戸駅そこまで行かないんですけど、うんうん、青戸駅のなんかおすすめってあります？おすすめごめんなさい急に目が守るなきゃおすすめ、私青戸であんまりこうプライベートとかでも食事とか正直行ったことがあんまりないんですけど、うんうん、でもお店はいっぱいありますよね、うんうん、お店ありますもんね、はい、いっぱいね、うんうん、ありますね。若さんどうですか？多分若さんの方が詳しい、所長の方が詳しいと思う、うん、いやでも青戸からあのなんですか、成田空港まで行けるし、はい、あ、そうですよね、あ、その魅力ね、電車ですね、羽田空港まで、羽田空港まで行けるし、あ、そっか、どっちも真ん中ですもん ね、あ、玄関口ですから、あ、便利ね、便利です、便利ですよね、うん、便利です、そうだそうだ、そっか、そういう良さもあったり。そうですね、で今日は爽やかにジ ジャンパーですね、ジャンパー、みんなの、ね、よくね見ますよね、健活プロジェクト、字はですね、はい、健康の健に活動の活、はい、健活プロジェクト、はい、はい、これはどういうなんかメッセージが込められてるんですか？これはですね、うん、いわゆる健康活動といいますか、うん、健康をテーマに、うん、まあ、お客様、町や人に健康を提供しようということで、まあ、健活プロジェクトというような名前になってます、うん、会社を挙げてそのようなプロジェクトを、はい、そうですね、うんうん、大きなプロジェクトを立ち上げていて、うん、まあ、その中の一つで、まあ、今回南葛 SC さんを応援させて、うん、もらったりしてますけども、うん、まあ、スポーツを通じて、うん、まあ、地域に、まあ、元気とか、うん、活力をというようなプロジェクトで進んでます。なるほど、ね、右腕のところには J リーグのマークも、ね、そうなんです。そうですよね、はい、明治安田生命さんは J リーグも、はいはい、タイトルパートナー契約を、ね、はい、結ばさせていただいておりまして、うん、まあ、全国に営業所がありますので、うん、それぞれの地域でこう J リーグのチームを
応援させてもらっております、うん、なるほど。やっぱりあれですか、サッカーはそういうふうに応援してるっていうのもあって、社内的にも皆さんなんか注目しているスポーツなんですか？あ、そうですね、明治安田生命の皆さんは全社でしっかり応援、今コロナ禍でなかなか応援に行けなかったりあるんですけども、うんうん、まあ、従業員はみんなでスタジアムに行って応援しようとか、家族を連れて、お客様を連れてスタジアムに行って観戦しようっていうようなこともやってます、うんうん、ね、なんか若さんもその会社がそういう動きがあるからサッカーを見に行くようになったって。そうですね、本当にスタジアムに直接行って見に行くようになりました、うんうん、はい、いやだからね、うん、今度その鹿島対、ね、南葛みたいなこともね、うん、こう目標にしてますんで、うん、そうですね、その時はもうどちらを。もちろん南葛言わせて石井ちゃん言うようになりましたね。言うようになった、攻めるようになって誘導その時はってでもそんなことがあったらもうすごいですよね。いや本当に楽しい、ね、鹿島スタジアムとかで南葛が ね、はい、そうですね、はい、そうですね、うん、楽しみですね。そうですよね、本当に迷いますよね、 どうしようって ね、 ね、若さん的には南葛ですよね、まあ、でもね南葛ですね、そうですよね、そうです、もちろん南葛です、うん、まあ、その青田営業所でやってて南葛 SC はもう3年前からすぐご存知でしたか？あ、そうですね、こっちに来させてもらってから、うん、まあ、応援をしようっていうことを、まあ、ちょっと聞いてましたので、うん、まあ、実際正直すみません、こっち来る前まではちょっと存じ上げてなかったんですけども、うんうんうん、まあ、こっち来てから応援しようということで、うん、はい、やっております。この3年でいろいろ変化があったと思うんですよ、南葛 SC も、どうです見てて。いや、メディアもすごい出てて、うんうん、急なんていうんですか、急にって言ったら失礼ですけど、うん、いろんなメディアでも出てて、うん、ダゾーンでも、ヤベッチが、そうですね、はいはい、応援に行くとかって言ってて、うんうんうん、すごいな、うんうん、そういったところを応援できるのがありがたいな、逆に思いますね、うんうんうん、はい、そうですよね、どん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 なんかこう大きくなっていくような、そうですね、うん、もうなんか、ね、手の届かないチーム、いや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 、もう一緒にもう一緒に頑張りましょう。もう明治安田生命さんにはね、何月もお世話になってますね、うん、いつも試合の時に明治安田生命さんの看板とか ね、 そうですね、うんうん、はい、看板もありますので、うんうん、もう一緒にこう上にね目指して、そうですね、ぜひ。そういう時にはですね、高関さんの応援が必要かと思うんですけど、そうですよ、なんでもこう黄色い声は出ないんですか黄色い声の仲間もたくさんおりますので会社には、はい、はあれですよね、スポーツは見らあんまり見られたことない、直接サッカーは見たことはないですけど、うん、スポーツ観戦自体は好きなんですよ。あ、そっかそっか、はい、もう本当私野球はよく見に行くんです。あ、はい、すいません、なので、え、野球のスタジアムに、あ、野球はもう本当1年に何回も、ああ、そうなんですね、どこ応援してるんですか？私個人的にはヤクルトが好きなんですけど、うん、巨人に頑張ってもらわないと野球はちょっと面白くないので、うん、なるほど、いいんです野球は。これ多分ね、高崎さん語り出す感じでした ね、うん、今ね、ちょっと今足りない、ね、ちょっとね、ヤクルト、まあでも巨人が勝ってもらわないと思って ね、 ね、ちょっとね、すごい、なんか何でもその見ながら結構辛口 の、 トークをするっていう。いや、そんなことないです急にここになっちゃって、うん、ね、ま、でもご自身はスポーツとかそんなにされない中でも、今はしてないですけど、もともとは運動とかそういうのは、今見た感じは全然運動点が遠そうな体型ですけど、いや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 何されてたんですか？あ、私はハンドボール、お、ハンドボール、あ、そうなんですか、高校でやってました。私も高校で、あ、はい、ハンドボールはめちゃめちゃハードですよ。ですよね。なんか、まあ、サッカーの手番ですよね。だからフットサルみたいなね。あ、そうそう、フットサルぐらいの大きさ、うんうんうん。ハンドボールって未だにちょっとルールが結構見るんですけど、うんうんうん、難しいです。格闘技ですよね。そうですね。なんか何歩以上歩いちゃダメとかあるんですか？あ、はある。一応ありますね。うんうん、で、あれね、ちょっとバスケより一歩多いんで、シュートまで。なので、ハンドボールをやってる子がバスケやると、大体ね、トラベリングになるんですよね。なるほどね。ピーピーピーって言って、一本よって言って。でもハンドボールもすごいですよね、あの技術。うん、どこだったんですか、ポジションは？あ、私はサイドです。あ、サイド。左サイド。ああ。
ハンドボールってこうちょっとなんていうの、脇からサイドの人はシュートを打つので体をすっごい傾けて、なんでまさにあの佐々木選手みたいなこう技とかテクニックがある人が行くポジションなんですよ。じゃあもう高崎さんは PK とか見てるとワクワクしますよね。こうサッカーなんかもこう駆け引き、はいはいはい、あもうハンドボールもすごい駆け引き、特にサイドとあとこう対空時間で待ってキーパーを動かしてから投げたりするので、はいはいはい、相当うまい口ですわ。なんかね、高崎さん、駆け引きやっちゃってますよ。昔を思い出しました。いやね、そうなんか飛んでる間にキーパーが動くとか、キーパーと目線をちょっとそらしたりとか、私あっち打つよって、例えば左側を見ながら目線のフェイントみたいなね、そう右に投げるとかね。あ、じゃあちょっとサッカーとやっぱ似てるところありますね。じゃあやっぱりね、あのシュートを見て試合見てたら、えこっちだろとか何を私は何を言わせたいってさっきからね、高崎さんのなんかちょっとそういうところを引き出したいなみたいなね、そういうところはあるんですか実際なんかちょっともう言っちゃうみたいな、熱くなっちゃうんですよねすぐね。だからやっぱスポーツやられてたからこう、ね、なんか自分大してできないのにこう、うん、あ熱くなっちゃうんです本当もう。だからなんかもう自分が応援してたチームが、まあね、全て勝つわけじゃないんで全然、ね、いいとは言いながらも、うん、本当に今日勝ってほしい時に負けちゃうとなんか選手みたいに疲れちゃうんです自分も。あ、うん、いやだからそれぐらいね影響力ある気持ちがね入ってるんですよね。そうそうそう、確かにね、なんか本当におめでたいんですあ、勝ったら嬉しいし、はい、選手負けちゃったら自分もそれも真のサポーターですよね。もうそれ ね、一緒に戦ってくれてるみたいな感じですよね。これからもね応援していただきたいと思います、ね、はい、中津 SC に期待することを若所長から、あ中崎さんいただいてもいいですか。うん、ね、もう私たちもこう普段地域にあのもちろん葛飾あと千住地区とかもそうなんですけど、うん、あのお客様を通して、ね、あの保険の活動とかさせていただいている中でやっぱり南葛 SC さんでお子さんとかサッカーやられている方とかもたくさんいらっしゃるん で、うん、まあ、そういったところでこう一緒にあのなんかサッカー教室とかで前ご縁があったかと思うんですけど、はい、また引き続きコロナも落ち着いての様子を見ながらやっていけたら嬉しいです、うん、ぜひぜひもういい、ね、はい、今年も、ね、やる予定があるので、うんうんうん、あの明治安田生命さんのサッカー教室だったり、あとは、ね、冠試合とかも明治安田生命さんの冠試合も予定してますので、うん、なるほど、はい、うん、ではこれからもサポートをよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ね、今日は明治安田生命のお二人お越しいただきました。もうあっという間に終わってしまうんですけれども、ね、もね、はい、若所長と高崎さんにお越しいただきました。熱いエールをこれからも送っていただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ最後に提供をご紹介させていただきます。この番組は縛られて願い叶える地蔵尊大岡越前有原の成平ゆかりの縛られ地蔵南蔵院、ダンボールから夢を形にする会社人の役に立てるものづくりダンボール箱のことなら有限会社坪川製箱所、葛飾区四つ木自家焙煎コーヒーとスパイス料理のお店、不定期でワークショップやイベント開催も白黒のウォールアートが目印です。スクラッチコーヒー、あなたの街の情報源、もちろん南葛情報も要チェック。お申し込みお待ちしております。読売センターお花茶屋堀切、以上の提供でお送りしました。では若さん高崎さんありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ画面の方を見ていただいて、はい、最後はせーの頑張れ南葛 SC で終わりたいと思います、はい、聞いてくださってる皆さんもご一緒にいきますよ。せーの頑張れ南葛 SC、 ありがとうございました。ありがとうございました。